耐熱容器に水と米を入れ、30分置いてから炊飯します。一緒に人参などの野菜を入れてもいいでしょう。炊飯が終われば出来上がりです。離乳食開始の頃はすりつぶしましょう。製氷皿で6個分になります。お粥をすりつぶしペースト状にします。ヨーグルトくらいの滑らかさが目安です。ベタベタの場合はお湯を加えて調整しましょう。月齢が進むと水分が少ないお粥になっていきます。